お腹が気になる方はプランクをやめて今回のやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクの代わりにででーん、フォームローラーを使ってですね、体幹、腹筋、太ももの前側のストレッチ、この3つが可能なクワッドというのを紹介します。毎日たったの10回でいいのでやってもらえれば、まあ、1個のエクササイズで一石三鳥といった感じになります。簡単ですのでぜひやってみてください。では説明します。はい、まずですね、フォームローラーを膝の上に合わせます。そしたら肘は肩の下につきます。この状態で後ろにぐーっと転がっていきます。腰が反れないようにお腹をしっかり締めて、腰をちょっと丸める感じで体をキープしたままぐーっと股関節まで下がります。そしたら今度は背中を丸めながら、お腹を締めながら足首まで転がします。この時に膝が肘につくぐらいまでしっかりぐーっとお腹を締めてください。そしたらまたゆっくり戻っていきます。この膝の上から股関節までは体幹部と前もものストレッチになります。ここから腰をしっかり丸めて、息を吐いてお腹を締めながら、膝が肘につくまで小さくなってください。でぐっと戻っていきますといった感じをですね、今から一緒に10回ほど行っていきましょう。息をしっかり吐きながら小さく丸くなります。一往復で一呼吸を目安にしてください。まずは膝の上から息を吸いながらも下がったら、吐きながら縮まります。では行きましょう。お腹効きましたね。お疲れでした。どうでしたか、フォームローラー。最近よくですね、バランスボール使ったエクササイズを乗っけてたんですけども、まあ、今回からはね、フォームローラー使ったエクササイズもまだ乗していきますんで、まあ、フォームローラー持ってる方、まあ、ストレッチポールとも呼びますけど、タートルの動画見るときにぜひ用意してもらって一緒にやってもらえたらと思います。結構これですね、ストレッチにもできますんで、まあ、ストレッチの動画はまたね、別として載せますんで、今回は腹筋、体幹、太ももの前側が効くっていうエクササイズでした。頑張った方や勉強になった方は、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。